どうも、単なる庶民です。よろしくお願いします。今日が、4月9日火曜日でございます。数時間前、深夜にですね、埼玉県東川口で黒いセダンが暴走しておりまして、県民の車と衝突し交通事故を起こしました。こちらのですね、車のナンバーはもともとですね、マークされていたようでして、こちら、少し見えますけども、最後の2桁がですね46となっております。こちらのですね、46という数字はトルコのですね県を示す数字で、地中海地方にあるカフランマラシュという県みたいです。で、県のナンバーと、車のナンバーが一緒みたいで、こちらが46ということですね。まあ、トルコ籍のクルド人の方なんでしょうけど、自分の故郷めちゃくちゃ好きじゃないですか。だったら何回も何回も難民申請してないで帰ればいいんですよ。最長で6回とかね、やってる人もいますしね。この1000人2000人の人たちが、まあ1回2回3回難民申請を繰り返してますけど、都営住宅のね抽選会じゃないんですよ。あの、都営住宅当たりました、順番待ちですとか、そんなんじゃないんですから。難民申請通りました、おめでとうございますって、全然トーンで分かってやってんでしょう。もういい加減それもね、6月10日から改正入管法によってですね、過去2回3回と難民申請をしている方々は、正式な理由がない限り強制送還の対象になりますと小野田紀美さんがズバッとおっしゃっておりました。ちなみに、あの、令和新選組の、支持者の方がですね、難民申請中に、不法滞在だからといって強制送還をするのはいかがなものかと、そういうねポストを X でしてました。そうしましたら、小野田紀美議員が不法滞在は犯罪ですとリポストしておりました。はい、誠にごもっともでございます。さすがでございます。まあ、いろんなことありましたね。もうキリがないですけど、最近ですとクルド人が経営しているケバブのお店からですね、これは多分油と洗剤なのかな、これをですね、店舗の前あたりに、まあ、撒いたんでしょうね。で、これが、冷えまして固まりまして、路上に白く油が浮いてきたと。こういうの結構ね、あのお店とかに、あのグリストラップっていうのが、まあ、あるんですけど、なんでこう流さなかったのかなと、ちゃんとね。で、これに対してですね、市民の方が抗議をしに行ったところ、なんとですね、その市民の方と店舗で働くクルド人が口論になったようで、なんと警察沙汰になったようです。いやいやいや、どう考えてもお前らが悪いねんって。病院の医療費は2600万円ぐらい未払いで、払えないから神様助けてみたいな、みんな助けてみたいなこと言ってますけど、ふざけんなよって話ですよね。なめてんのかって。こんなやつもいましたね。私たちの人口は急速に増加していますが、皆さんの人口は減少しています。大きなお世話ですよ、バカ野郎。日本はクルド人国家となった、泣けよクソ野郎の息子よ。こういうことよく平気で言えますよね。難民申請中は我々日本人の血税から生活費が支給されてます。一部ただ飯食わしてもらってんのに、この態度はねえだろと。さらにはですね、まあ、こんなのもありましたよ。川口の隣のさいたま市の小学校で外国人差別が発生しています。 SNS にクルド人差別の書き込みが溢れた結果、はそれに子供たちが感化され、お前はクルド人だ、お前は国に帰れ、お前のことは嫌いだなどの言葉を浴びせるいじめに発展し、いじめに発展しています。そんな子供いないでしょう。子供たちにいいお手本となる行動をお願いいたします。うん、これに対して、まあ一人のパパとして思うのは、まず自分の子供は自分で守れ。親があれ、じゃあどうしたの。自分が子供のお手本になんないといけないわけですよ。僕はね、あの、このクルド人のお子さんたちはね、僕悪くないと思うんですよ。まずね、不法滞在狙いで日本に来て居座ってね、仮放免中に子供作っちゃってんですから、
それがおかしいでしょ、まずそもそも。そういう立場じゃないでしょって。子供のお手本にもなれないような連中なんですよ、こいつらは。他人がどうこう言う前に、まずは自分の行いをしっかり見つめ直せと。これだけ埼玉県の方々から SNS でいろんな発信がありますけども、未だにですね、この違法駐車をやめず、昼夜問わずですよ、ずっと車を置きっぱなしにしてるんですよ。一部のね、この連中はですけど、まあこれもですね、6月10日以降、まあどうなるかわかりませんし、あまり期待はしてませんし、課題も多いんでしょうけど、強制送還の対象がほぼ全員なので、これで一網打尽にできたらいいのかな、なんて思います。警察の方、入管の方々、本当に大変だと思いますけども、我々国民も声を上げてまいりますので、はい皆さんで団結して自分の国を守りたいと思います。以上です。ご清聴誠にありがとうございました。